電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。まあお寺で私も実はあったんですけれども、よくあるというと語弊があるかもしれませんが、まあお寺とか、神社さんであるだとかで、まあお賽銭の箱が置いてありますね。もちろんないところもあるんですけれども、私のお寺にもあるんですが、以前私のお寺でですね、まあ賽銭を取られると、まあ、賽銭泥棒ということがありまして、これちょっと全国ニュースにもなって、たまたま防犯カメラにその犯人の方が映っててですね、抜かれるシーンがあって。で、まあ、私の場合はなんですけれども、それが全国ニュースになるときに、実は、その、取った犯人がお金だけではなくって、中に一枚の手紙が入ってたっていうんですね。で、この手紙が、何だったのかっていうのを知りたかったんですけども、犯人の方がもう捨ててしまわれたので、結局まあ今まで分からずじまいで終わってるんですけれども、まあ、その手紙をもし入れられた方がおられたら、このニュースを見て、もう一度連絡くださらないかなと思って、まあ、ニュースにさせていただいた経緯があるんですが、まあそんなニュースが流れた後にですね、いやいや、実はうちのお寺でも似たようなことがあったんだよ。まあ、他のお寺のご住職様から、こんなお話を今回聞きましたので、皆様にお話しようと思います。そのお寺もですね、やはりまあ賽銭箱が置いてあって、そこに賽銭泥棒の方が来られたわけですね。で、まあこう手を突っ込んだり、あるいはまあちょっと特殊な器具を使って、まあ取る方法があるらしいんですけれども、そういうことでまあずっとお金を取られてた。で、まあ、それ犯人を捕まえようとするんですけれども、なかなか捕まえることができなかったらしいんですね。でも、やはり見ると、カメラに犯人が映ってるんです。で、もちろん警察の方にも報告しまして、警察の方も、重々張り込みをされたりするんですけれども、なかなか犯人を捕まえられなかったそうなんです。で、困ったなぁと思ってたある時ですね、この犯人が、実は私、このお寺から、いつも賽銭を盗んでたんです。で、今日はちょっと聞いていただきたい話があるので、いいですか？まあ、こんな風にして来られたそうなんですね。で、住職もびっくりして、あなたが犯人というか取ってられた方ですか？聞き直すと、はい、そうです。特に謝るでもなく、なんかこうちょっと開き直った感じで来られたそうなんですね。で、まあ、びっくりした住職が、まあ、とりあえずじゃあお話を聞きましょうということで、話を聞かれたそうなんですけれども、まあ、この犯人がいつものようにお金をずっと取るわけですけれども、その時に一枚の手紙が中に入っていた。で、それをこう引っ掛けた時に引っかかって、あ、この封筒に入ってる何かお金札かもしれないので、このまま持って帰ろうということで家に持って帰ったそうなんです。で、中を見ると一枚の手紙だけが入ってて、お金は入っていなかったそうなんですね。で、うわ、なんだ、お金が欲しかったのにな、そう思った犯人なんですけれども、まあ、この手紙の内容も少し気になったので、読んでみたそうなんです。そうしますと、どうやら字は女性の字のよう。で、この手紙の内容がですね、非常にこう悲しい内容なんです。どういったものかというと、今まで病気を治してくださいって何度も何度もあなたにお願いしましたよね。でも、結局なかなか治りませんでした。おそらくその先には治ったのかもしれませんけどね。そしてまた続きにこう書いてあるんですね。私はお金が欲しいってあんだけお願いしたのに、結局宝くじも当たらないし、仕事もうまくいきません。どうなってるんですか。まあ、そんな悲しい愚痴が書かれてる。そして最後の方に悲しい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 ずっと書いて、最後にじゃあさようなら、私これで死にますっていうような内容のことが書かれたそうなんです。これを見て犯人はびっくりしました。あ、なんか怖いな、そう思いつつも、いやいや待てよ、俺と考えてること一緒じゃないか、そう犯人は思ったそうなんです。どういうことかと言いますと、この犯人何度もそのお寺にお願いに上がってるんですけども、未だかつて願い事を聞いてもらってない。もうある時には1000円を入れた。でも1000円分の何かを返してくれたかっていうと、何も返ってきてない。だから俺は自分が入れた賽銭以上のものをこの賽銭箱から取ってるんだ。だから俺は悪いわけじゃない。もし住職が僕をもし訴えようとするなら、その前に神仏を訴えてくれ。まあ、そんな話を犯人がするそうなんです。
これに驚いた、まあ、ご住職がですね、うわそうですか、まあでも、まあ、あの神様とはそういう契約をするもんではないですからいろいろ説明されたそうなんですけれども、まあ、あの引き続き俺はもう物を取ったりここではしないけどよそではやるって言って帰っていかれたそうなんです。で、まあ、すぐに警察の方にも、まあ、連絡しようかどうしようか住職非常に迷われたそうなんですね。でも1日考えてからにしようと思ってその日通報されなかったそうなんです。次の日になりまして犯人が朝早くまたやってきた。うわーまたあの男性が来たな、どうしたんですかっていうと今度は昨日とは随分態度が変わってたそうなんですね。住職すいません、あの昨日いろいろ言いましたけどお経をあげていただけませんか、ちょっと怯えた様子でそう言うそうなんです。で、え、どうしたんですか、昨日とえらい違いますけど、そう言うと犯人こう言うんですね。いや実は昨日あれから家帰りますと、わかるよね、私の気持ちわかるよね、部屋の中で女性の声がずっとするって言うんですね。ところがそんな女性が近所にいるわけでもなく、ましてや耳元でその声がする、おかしいな、犯人部屋の中でキョロキョロするんですけれども、もちろん女性の姿はないんですね。で、うわ怖いな怖いなと思ってたら急にパッと手を誰かに掴まれたそうなんです。で、うわ冷たい、そう感じてパッと手を見ると手首だけがある女性の手が自分の手をギュッと握ってたそうなんですね。思わず怖くなって犯人が手を払ってうわ怖い怖いと思ってその手を払いのけるとその手がボトッと床に落ちてスッと消えた。あれは間違いなくこの手紙を書いたあの女性が亡くなった後、もしかすると気持ちがわかるって言ったので私についてきたかもしれない、どうかご住職今までの賽銭全部返します、お布施もちゃんと払うのでお経をあげてもらえませんか、そういうふうなことを次の日言いに来られたそうなんですね。でまたご住職もこれまた、まあ、驚きながらもですね、まあそうですか分かりました、じゃあお経をあげさせてもらいましょうということで、まあ、お経をあげられたそうなんです。お経をあげ終わってこの犯人の方に、いや実は昨日私警察に連絡させていただこうかどうしようか迷ったんですけれども、もしもあなたが改心してくださるならこのまま警察には通報せずに行こうと思うんですけれどもいかがですか、そんな話をしたら、ありがとうございます、あの改心しますのでどうか警察には言わないでください、まあ、そうおっしゃったそうなんです。その態度を見てご住職が、あ、今ならもしかすると私の話を聞いてくれるかもしれないと思ってご住職はそこでお説法されたんですね。でその結果、まあ、この男性は改心して帰っていかれたんですけれども、この説法の内容なんですけれども、まあ、よくですねこの犯人も、神仏に裏切られたって言いますね。お賽銭あんだけやったのに自分には何もしてくれない、まあ、そんな方もしかするとこの動画を見てる中にもおられるかもしれませんが、それは少し実は思い違いをされてるんです。私たちっていうのは神仏にお願いに上がるのではなくって、どうかこのお賽銭を使って、お寺なり、仏様なりがなんかお供物であったりお寺の修復にお使いくださいという喜捨という言い方もしますけれども、どうかご自由に使ってください、あそこで実はお願い事を言うものではないんですよね。よく人事を尽くして天命を待つっていう言葉がありますけれども、これがまさにそうなんです。仏様っていうのは崇めるだけのものなんですね。宮本武蔵さんもおっしゃってますけれども、神仏を尊び神仏を頼らずっていう言葉がありますけれども、これもまさにそういうことなんです。私たち人間は頑張って頑張って自分のことは自分で頑張りますということをやり尽くした結果、足りない部分を神仏が補ってくださるんですね。ですからお賽銭でお願い事ばっかりするんではなくって、お願いももちろんしていただいていいんですけれども、あの神様どうか私はここまで頑張ります、倒れるギリギリまで頑張りますので、どうかあとは足りない分は、神仏の方で何とかしてください、まあこうお願いするのが実はお賽銭であったり喜捨であったりお布施と呼ばれるもんなんですね。でもなかなかこれを分かっていただけなくって、この男性にこの話をこの住職がされた、そうすると、あ、いや今ならよくよく分かります、まさにそうだと思います、私の努力が足りませんでした、神様のせいにしてました、まあ、でないとですね世の中不幸な人なんていなくなりますからね。
でもしちょっと自分がしんどいなと思ってる方、苦しいことがね重なること私もあるんですよ。お坊さんしててもあなんか嫌なことがここ連日重なるなということがありますけれども、それはそれ、もしかすると仏様が今お前に足りないものはここを我慢することだ、ここを乗り越える力をつけることだ、そう思って今は手を出さずにおられるのかもしれませんから、この苦労を頑張って乗り越えていこう、その先には必ず神仏の助けがあるというふうに考えていただけたらなと思います。まあそんな話をこのお寺のご住職さんもされたそうなんですね。そしてお寺を出て行かれるときにこの男性が深々と頭を下げて、今度は、お参りにちゃんと来させていただきますって言って帰って行かれた、その姿のその真後ろでもう一人うっすらと透けたように女性が立っておられたそうなんですね。でこの女性がまたまたこのお寺とご住職に手を合わせて深々と頭を下げてその場で消えていかれたそうです。もしかするとあの手紙の主ではないかな、まあそんなことをご住職から、お話を聞かせていただきました。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。